らの道場では前日の合同稽古が始まりました。大きな気合が聞こえてきます。こちらの会場で今稽古をしているのは全員が八段を持っている方です。気合、そして動きを見ていても無駄がないです。すごい。ここにいる全員が八段、剣道界でいう最高峰の人たちの稽古会です。どこを見ても中心線の激しい取り合いで、もう明日どんな戦いが見られるのか本当に楽しみです。去年優勝された東京の恩田選手です。先生にもかなり攻めも強いですね。今回も2連覇なるんでしょうか。背筋がすごく綺麗ですね。最年少の映画選手の攻めの強さ、同じ八段の先生方というのを本当にこの中心線が全く奪えないんですが、映画さんはそれにも増す剣の強さ、中心線の強さで先生方の面や固定どんどん打っていきますね。全然しない中心線が外れないです。どんな場所でも竹刀が飛んでくる。学生時代から憧れだった宮崎選手が今目の前で稽古をされています。今回の大会51歳が最年少で、皆さんそれ以上の年齢にもかかわらず動きに全く衰えがありません。足さばき、そして技のキレ、速さ、すべてがやっぱり極められている、そんな感じがします。本日いよいよ八段戦ということでございます。これはね、皆さんもご承知の通り、世界のね、剣道剣士たちが、期待をして見ているその姿っていうのもね、あると思います。やっぱり剣道の真髄、その剣道の素晴らしさっていうものをどうその表現するか、でまして皆さん方は、その八段の中でも選ばれた、それに真に対一致した、これならいいだろうという選手をお願いした、こういうわけです。改めてこの新しい地をですね、そこに沸き立ててもらいたい、そういう意味でお願いいたしました。そういう意味でやはりそれだけに期待をしています。また平成のね、年号の最後のこの年の大会ということで、ぜひ一人一人が一つの大きな思い出と、それから自分の剣道というものを信じてね、しっかり戦ってもらいたい、そう思います。無駄無理無法という、そういう三無のね、剣道をしないようにしっかり頑張って自分の力をそこで披露していただければありがたいと思います。そして剣道の素晴らしさをね、ぜひ皆さん方で今度示してもらいたい。そして会場に来られる方に対してですね、やはり感動とね、希望を与えるような、そういう試合内容になってもらうことを心から懸念申し上げます。頑張ってください。以上終わります。また
ミョンチ、審判をロー取ってくれる 先輩方ね、本当にお苦労様でございます。ありがとうございます。一つ、皆さん方の経験を通しての素晴らしいその判定を、ね、していただくことを心から懸念申し上げたいと思います。よろしくお願いします。以上。はい、それでは終了に入ります。はい、お願いします。ありがとうございました。